はい、こんにちは、写真家の熊切大輔です。今回は、半蔵門に来ています。JCII、フォトサロン、清水哲郎くんの写真展にお邪魔したいと思います。 JCII は、日本写真家協会、それから JCII の写真教室等入っておりまして、写真の殿堂みたいなところですけれどもね、そちらの写真展会場にご案内したいと思います。それでは行きましょう。今回の写真展の、ちょっとあの内容を教えてください。はい、今回東京カラスっていうタイトルの写真展ですけども、20年前の20年25年ぐらい前の渋谷とか銀座とか、新宿とかその辺りで撮ってたカラスを、主題にした作品展です。で、当時カラスっていうと嫌われ者で、都会には3万羽ぐらいいましたけども、それをですね、僕は逆にカラスかわいいよとかね、頭いいよとか家族愛に満ちてるよっていうところの優しい視点でこう撮ってましたんで、それがね、いろんな時代背景とともにこう映したのが今回の作品展です。前発表されてまとまった形で見てなかったんで、今回見れてちょっと非常に興味深く見させていただきましたけど、なんか当時の自分が撮ったものを今見る感じってどうですか？いや最高ですよね。というか、これ本当 JPS 展以外は、もう未発表なんで、本当にどっかでね使ってもらいたかったんですよ。本当デビュー作として気合い入れて撮ってたのに、どこもギャラリーも雑誌も使ってくれなかったんでお蔵入りになっちゃったんですけども、僕にとってはもうカラスの清水としてやっていくつもりだった作品なだけに、要は今見ても完璧ですよね。最高ですよ、マジで。本当ね、こんだけこうまじまじとねカラスの生態を見るってなかなかないんで、かつねちょっとこうモノトーンのかっこいいね感じで撮られたカラス、これぜひ皆さんに見ていただきたいんですけれども、会期いつまででしたっけ？会期は9月27日まで、月曜日が休館日です。はい、ありがとうございます。じゃあたくさんの人にね見に来ていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。つろく買ってください。